まあ、リーダーは入れてほしいかな。はい、リーダー。やりてもんねん、はい、全然やりてんの、はい、何やりてん、あ、ムロツヨシできる、あ、確かにムロツヨシ変わった、面白くやりたい、いや、言ってくれないんです、言ってくれないんです、いやいや、それは圧があるからすごい圧があるから、あ、でも、例えばさっきトンガムがシンちゃんやってくれたんで、まあ、シンゴちゃんとかだったら対象みたいな、ほら、はい、おかえり、あ、おかえり、厳しい、厳しい、おかえり前やから、おかえり前やから、おかえり前やから、一人で出てきてやる、普段はいい人なんだけど、ごめんね、普段は優しい人なんだけど、ごめんごめん、こうやるやつが一番怪しい、コラボ、あれ女ともコラボするんだろ、いけないんだ、いけないんだの言い方、もうやりたいのにいいの、本当に珍しいのか、本当にやりたいしじゃあなしで、なしかよ結局尾上松也の話、尾上松也だから、あの俺らはお前にやりたいのにやりたいのをやってほしいそんな言い方良くないけど、お前が滑っても関係ないこれで一応これでオールアップですね、オールアップ、ね、ドラマじゃないから帰ってしまう、お前よう地方来ようとしたな、自分のネタがね、出し切っていいそう、だからチグリやっとこうかなと、あ、そう、全然別にいいよ、エンディングもあるし、別に、うん、エンディング来てもほら、別に違うじゃないですか、このみんなの中にちょっと入れたくないです僕ら、自分が目立ちたいな、僕らにスポットが浴びられてないそう、だから、だからだから川口さんが呆れてんのよだから浴びさそうと思ってだからチグリよここで、千鳥出さんよ、かわいい、千鳥を言います、ドア玉に伝送とか、あ、はい、もちろんです、ありがとうございます、私が入れちゃった方がいいです、あ、僕で2人で何曲か、まあだから2人の感じを見てからですか、2人で何をやるの、なんだそこは、どんぐらい功を出してくるか分かんないんで、やっぱ前回も見てるやつ、2人でDJ コさんと肩持って回ってどっちだでタッチ優待離脱までやってもらいます、はい、はい、あのまたそれは会場でやった方が多分イメージつくと思います、はい、お願いします、そして、3日です、3日すぐですね、そうですね、すぐでもう大腸面だけ、あ、そしてハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン今日だ、はい、あと3日は多分ですけど誕生日です、あ、その気持ちだけ持ってきてください、あの機嫌機嫌悪くなるんでおめでとうって言わないと機嫌悪くなる、これどんなタレントこれどんなタレントすみません、じゃあお年ありがとうございました、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お誕生日おめでとうございます。お願いします。お誕生日おめでとうございます。おはようございます。違うのよ。違うのよ。絵がしょぼいのよ。え？いや、しょぼいとかやめてます。絵がしょぼいのよ。50歳おめでとうございます。ありがとうございます。49やもん。49やもん。49。思いっきり50だ。違う、全然まだ40代まだ40代失礼します、本当にいや、下で会ったっしょここだけは使えるって間違ってございます、おめでとう、
遅れてる絶対遅れてる。ちょっともう一回やり直しでお願いします。ちょっと上で原口さん来た。おはようございます。おはようございます。49、50、結局どっち？49 おめでとうございます。あ、ありがとうございます。私が勝手に言っちゃいます。俺の楽屋別館出したけど、ここで間違ってごちそうさまでした。どうもない。これここ5です。はい、一緒です、すいません。個室じゃない。まだいいです。俺に関しては裏方扱いだから名前入ってない。前スタッフさんどこ？スタッフさんどこ？いや、なんか夏美さんが風俗場が風俗じゃないの。ローション入れる紙袋持ってきて。これなんすか？アンさんの焼酎飲みますよね。焼酎飲みますよ。はい、あのお誕生日なんで。おっ、あら、おそうそう、芋焼酎です。いいんですか？おめでとうございます。そう、いいんですか？はい、ね、焼酎だけじゃないですよ。一人があげるとみんなあげなきゃいけなくなるじゃない。焼酎だけじゃないわ、ちゃんとお餅も。おお、月餅です。パンダ月餅ね。え、月餅、パンダ月餅ね。お、見たことある。これ開封動画ですか？これ開封動画でしょ。並べてくれ。これ、ほら、これ JAL って書いてある。これ JAL のやつですね。これ機内でもらったやつじゃないですね。機内でもらったやつそのまま俺に渡してあるじゃないですか。ちゃんと勝ちやつです。ね、もうあとは何これ。あれ、あ、何これ。あの、僕のコッパみじん。嫌な名前だね。コッパ美人なんで、美人じゃなく美人。美人書いて、美人って書いてるよ、コッパ美人。あ、みって読むんだ、美人じゃなく。あの、鹿児島の友達がお茶作ってるんで。あら、はい、もういつでも飲めるやつです。多いじゃないですか。あ、お茶なんですね。お茶なんですね。はい、で、焼酎。焼酎。お、あ、いいじゃないですか、これ。何焼酎ですか？芋です。芋、基本麦ですけどね、原口さん。あ、じゃあ、かしいんです。飲む、飲む、飲む、飲む。ちゃんと飲むよ。コッパみじんと同じ色してますね。ちょっと濃くなった。全部、機内で買えるやつです。機内では買ってないです。いや、ありがたいよ、わざわざ機内で買ってくれる。あら、あ、誰ですか、これ。可愛らしい。ちょっと、これ後から貼りました。めっちゃケチって。モンドセレクション。モンドセレクション。モンドセレクション。やだな。そんな、ヘイタクがやりそうなことやめてよ。ダメフェスよ。ダメフェスよ。ほら、そんな感じしますね。ちょっとバレたみたいな。一番ももか。一応もんぼく言われてる。なんでない。調子が悪い。調子が悪い。何回かも。まだ朝だから。早いんだよ、遠くから来てるんで。どこで来たんですか？茨城です。ちょっと飲みますか、せっかくなんでね。飲まねえ。コッパみじん飲みます。飲む方います、これ。いや、お前に飲むから。だって原口さんもらったやつすぐ配ろうとして。いかにしろよ。いや、すぐできるから、これ。お水入れるだけなんで。お前、時間かけて編集したやつ、お前、ダメ出し食らって、お前。誰がしとんねん、何しとんねん。これカットしてください、これカットしてください。使わないでくださいっていう。あら。普通はもう、名古屋公園でもあげとかなあかんはずよ。なんか、ワンピカーとかなんか知らんけど。やってない。忙しくなってよ。ちょっと、ごめんなさい、今、パワハラなんで、参加しないです。今行われてるのは、パワハラなんで、私は参加しません。いいのか、そんな、パワハラとか言ってて、いいのか、お前、仕事なくなるぞ。あら、いいのホールだけに、いいのか。いいのか。そんな、いいのホールだけ、いいのか。こんなパクり方ある。編集気になるわ、消されてたら。お花が届いたりしたら、ちょっと入れちゃう。なんですか？お花が届いたりしたら。わかりました。あの、おむすびとかからですよね、多分。いろいろ番組のお花ですよね。朝ドラから来ますか？すげえ。すごい。すごい。かっこいい。ありがとうございます。すげえ。オープニングなすみさんが歌ってるやつでしょ。どうなの。ここにあるよね。
雑なオープニングやね。すごい、すげえ。1個下です。あ、すいません。これやお前は。これ最終日だよお前は。来たな最終日な。やらないネタの練習をしてる。はい。声出して。あ、声出してよ。いやそれだよ、はい行きましょう、ごめんなさい、ね、おはようございます。皆さんおはようございます。あとちなみにですけど僕今日で50歳じゃなくて49歳なのですみません、よろしくお願いします。おはようございます。50歳お前行こうって言われたんで、うん、本当にそういうとこそういうとこ気にする先輩なんで、どっちでもいいもんね。どうなっていいもんなさ、なんで楽しんでいきましょう、ね、すみません、よろしくお願いします。やっぱ気になりますよね、どういう差し入れがあるのか。ああ、確かに。名前なんだ。森合ですけど。どうしました。ない。ウォータープロモ。ウォータープロモ。ない。日テレビ。ひどいな。そんぐらいの気持ちか。そんぐらいの気持ちか。差し入れ僕がしてないからって怒ってます。ちょっと待ってください、一応確認しますね。これはもしかしたら浅い企画もないな。余計なことで始まりますね。もしもーし、ではスタートさせていただきます。よろしくお願いします。
場所が来ましたね。うちが来ましたね。俺たち、レイちゃんですが、この会場に戻ってきました。せっかくさ、同じ時、同じ時間、同じ瞬間、せっかくさ、一緒にいるんだからさ、今この瞬間だけはさ、俺だけを愛してください。そしてもっと言えばさ、この魂と魂のぶつかり合いってあんじゃん、ね、あんじゃん。それをさ、今夜昼だけどさ、もう今夜もいいじゃん。その魂を一つにしたいと思ってます。昇格ですやな、お前なあ、かっこいい、神様だいぶ効果が出るな。早いサバちゃんだ。
森田君関係者のとこ行ってたからめっちゃおもろかった全然笑ってない渡辺さんですよそれはそれで問題ですよえ、藤田さんああいうのって普通行かないじゃないですかそういうとこ行っちゃうかなわかる、初めちゃないからそういう人すぐ行っちゃうもん全然笑ってない口は一文字にしてそんなに冷たいな恥ずかしかったね恥ずかしかった笑ってるのがそうですねそうですねやっぱ恥ずかしいじゃん森田くんで笑って意味変わってんじゃないですかちょっと先輩先輩だから先輩だから違うよ先輩でもなんでもない先輩が先輩でしょ芸歴が先輩高校一緒やなわけやねいやいやまあちょっとなんで回してんの今チャンスかなと危ない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 危なんかあってなったらやっぱ始まるとそうですねありがとうございますありがとうございますはいすいませんもうありがとうございます歯医者間に合いましたでももう日曜やってる歯医者さんってなんか違いますねそうですねやっぱねだってもうあの歯科衛生士の人がもうカラコンでギャルエクエクな感じで誰が言ってるんですか日曜に歯医者に来る雰囲気じゃないですよコウさんこれで言ったんですけどそれで口開けて歯ぐき触られてドゥダンスですよよろしくお願いしますどうドゥダンスなんですかお願いします何やかと思いますお願いしますうんうんお願いします。じゃあお願いします。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 しょ。しょ。はい。俺たち HRF はこのイーノホールで
伝説を残しに来ました。同じ時、同じ時間、同じ瞬間、せっかく一緒にいるんだからさ、全部一緒のこと言って、今この時を全員で目いっぱい楽しんでもらいたいと思ってます。もっと言えば、もうええねん、もう。最高の夜ですね、さんまさん。気をつけてくださいね、これ名古屋で撮った時、浜口京子さんのパーティーをつけたら、あー、できちゃったよ。はい、行きましょう。はい、はい、ありがとうございます。たまたま写真撮りに行ったら出たんですよ。どうもサムの誕生日祝ってるみたいな。サムの誕生日祝ってるみたいな。偽物だらけじゃないね。でもみんな偽物が本物とは違うクオリティでしっかりと仕上げてね。そこがね、感動です。そうね。いただきます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。またオファーしていいですか。もうレギュラーでお願いします。本当ですか、最後のあのコーナーは。嬉しい。やっぱなんか面白いな。これ大事ですよ。すみません、じゃあ、お願いします。30周年。